皆様こんにちは。今日はね、もういよいよひまわりもね最終段階で、最後のね漆のですか、そこのね、ひまわり畑、僕は最終だと思うんですね、最後でね。だからちょっと見ておきたいと思います。ここにね駐車場があります。でちょっと何台か止まってますね。向こうにガードマンさんがいてはって、あの上りが立ってますんで分かると思います。例えばうっかりそのビャーッと通り過ぎてしまいますんでね、注意してくださいね。ここは駐車場で、まあ横は川で綺麗でね、話してますね。はい、では行ってみましょう。はい、興福寺のね、まあ大糸桜、今年も見に来ましたけどね。でこっち側の奥の方はね、もう昨日で終わったそうです。で、あの道渡って横断歩道を渡って、まあ、先ほどの駐車場そこね。で、ここなんかアイスクリームも売ってほしいね。ローズマリー、ありがとう。ひまわりか。いろいろなんか店出されてるね。ちょっと息しないから、ちょっと買うのをあれしておきますけどね。で、このひまわり畑、興福寺の方に入っていくんかな、結局かね。いけるんかな。あ、なんか子供がね、水出そう。冷たそうやな。はい。で、先ほどか10分くらいかかるそうなんでね。はい。じゃあ行ってみましょう。はい。まあ、この道ね、ちょっと坂道ですけど、まあ10分も歩かんでもなんかひまわりが見えてきましたね。で水が流れてまして、先ほどのね水遊びしてる子がおったね。はい、はい、ここがね、ひまわり畑の入り口がとって、そのように案内をされてますんでね。そうやけど、まああれですよね、そんな大変なことでもなかったね。よし、ちょっと高台の上にあるのかな。まあ周りはまあ村っていうかね。よし、結構向こうにもねひまわりが見えるんですよ。向こうもそうちゃうかな思うんやけど、あれはお人さんの土地かな。だいぶ上の斜面の上の方までねひまわり咲いてますよ。まあ、今日はここぐらいでいいかな。よっしょ。あ、なんか入場料いいのかな。あ、ここもひまわりが咲いてるね。ちょっと村とひまわりが一緒に映ってこれ感じやね、これ。はい、なんかあれですね、よし、サル滑りかな。はい、ありがとう。上がってこられました。え、上がってこられた。上がるって、今その坂上がってきました。うん、はいはい、ね、え、ま、そうですね、行きたくてもほんまやね。これ何ぼかいお金いるのかな。200円ね、はい。ここで今日うちに来とったんですか、誰か。着物の人、はい。あ、そうやね、うん、うん、ご家族が、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ね、後ろやってるよ、ちょっとただひまわり畑で何気なのか、日陰がないいうことやね。そうやね、大体どこ行ってもそうや。もうないですね、どこ行ってもそうやもんね。ちょうど昨日下で終わったからね。ああ。これはいつまでやってられますか。これはね、日曜日まで。日曜日、はい、あ、今日からね、はい、もうずっと順番できましたからね。ああ、うん、そう、徳坂からずっと一番初めに林崎行ったんですけどね。もうあれ もっと前やったけど。ああ、はい、熱で動画がすぐ切りますんでね、速攻で映してみたいと思います。ちょっと日陰出てね、今ちょっと保冷剤で冷やしましたんでね、5分ぐらいは持つでしょうね。
ね、結構綺麗。今日も朝から誰かカメラ映しに来たらしいから。マムシ注意やね。あのおばちゃん、ムカデや言うとったけど、ムカデなんか、ムカデはここにおれへんね。こういうとこ。マムシでしょ。草むらに入らないよね。はい、こんな感じです。背は低いね。うん。背は低いけど、かえって可愛らしいじゃないですか。上から見やすいしね。ここは今日から始まって、今度の日曜日ぐらいまでやってはるそうやから。まあまあ、敷地面積はあるよね。さすがやな。もうだんだん畑になってるのがええな。みんな歩いてあるわ、だから。はい。あの小屋まで行ったらちょっと一旦休みましょう。ちょっとカメラを冷やさなきゃ。よし、ちょっと拡大しとこう。切れる前に。ね。向こうは山ですね。綺麗な。山とこのひまわり。この辺はちょっとまだポツポツだけど、こっちはかなり広いな。こっちはかなり咲いてるね。はい、ちょっと日陰でカメラ冷やします。はい、再び再開ですね。また2、3分のうちにちょっと早く映しますね。草むらの中に入らないようにって書いてあるからね、それに注意してください。マムシが出ますからね。山の風景とひまわりっていうのもいいよね。あんまりないかな、山とひまわりが共存できる、共存してるっていうかね、こういう感じで。まあ、俺にしても、悠々農園にしても、まあ、山、悠々農園の方は山あるんやろうけどね。村の方がね、なんか近い感じがするから。大きめのやつも映しとくか。切れる前にどっか適当花が大きく咲いておるとこね、せっかくやから映しておきましょう。はい、という感じでしょうかね。はい、よいしょ。最後の一枚ここで撮ろうかな。はい、という感じですね。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。今日はね、最後の方のもう最後となると思いますけど、そのひまわりですね。またよろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしたいですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。